はい、戦国武将紀行武田信長、この方はですね、上総武田氏の子祖という形になります。で、天目山でですね、亡くなった武田信光公の次男になります。まあ、甲斐の国から逃れてですね、この上総、来るわけですけども、まあ、ここはあの菩提寺の大林寺さんでですね、ここは、その上総武田氏の墓って書いてありますけど、これは新しい供養碑ですよね。で、周りもあの個人あの大名関係、武将関係のお墓、奥様、子供などがいらっしゃいます。で、まあ、その中でもですね、歴代墓所の方で話してますけど、それぞれ戒名、名前、官名、官式名、法名、比較的はっきり書いてあるというのもまあ珍しいということで紹介しています。で、武田信長という方はですね、ちょっとすいません、引きます。武田菱が入らないとね。はい、今日は早起きしてきた回がありました。はい、まあ、甲斐の守護のですね、その武田信光の次男であったと。まあ、母はなんか小山田氏の系統の方みたいですよね。ちょっとはっきりしないと。だからちょっとこの方もこの上総に入って、別に上総を治めたわけではなくて、上総の助とか、まあ、上総守護っていう、まあ、守護職もですね、まあ、後々室町幕府から、与えられてるみたいですけど、まあ、在来のこちらの地域の武将豪族たちもかなりいましたんでね、まあ、ちょっとこの方の地籍ってなるとなかなか難しいんですけど、まあ、まあ、南北朝時代から室町戦国にかけてですね、守護としての武田氏として、まあ、甲斐の国はですね、当然代々の、守護国だったんですけど、まあ、いわゆるその何ですかね、文国のような形で、例えば文国というのは、まあ、今川の駿河、遠江三河とか、そういう自分の領国ですよね、守護を兼ねる国の別な国を文国って言いますけど、その文国の、まあ、一つではあるんですよね。まあ、要するに武田の総領家っていうのは、やっぱり宗家は甲斐守護、甲斐の武田氏で、若さ、あと秋の武田ですね、若さ、秋、この上総と、この3つがまあ守護国を兼ねた文国としては大きいと。ただ地域が飛んでましたんで、まあ、特に秋とか若さっていうのはもう近畿の武将たち、中国の毛利とか、そういった方たちとの関わりが非常に多くですね、まあ、甲斐の国と直接の行き来っていうのはほとんどないと。まあ、こちらは同じ関東なんで、先ほどの大林寺さんの方でも話してますけど、武田信玄の三男の信幸公が、まあ、実は、こちらの、死んでいなくてですね、まあ、養成したと、幼くて11歳でしたっけ、若く亡くなっていると。ところが実際は生きていて、こちらの武田清信という方の養子になって、豊信と名乗って、いたと。で、こちらの、領主、城主になったということが、まあ、伝承ですけど伝わっています。で、武田信長公の時代はですね、それより少し前になりますんで、まあ、1400年代ぐらいからですよね。要するに、室町幕府というよりは、まあ、関東公方ですよね。いわゆる鎌倉府がまだ健在でしたので、その1400年代から、まあまあ、もうすでに大荒れの時代でですね、まあ、よく私が言いますけど、関東の戦国はもう1300年後半ですから、足利幕府が成立したのは1338年ですから、そこからですね、もう本当50年から70年ぐらいは安定してましたけど、あと、将軍で言えば義満公ぐらいまでは安定してるんですが、義持公ぐらいまでですかね、安定してたというか、全国的な。で、もう、まあ、5代でまず、幼少の義和公になってしまいましたし、その後の、まあ、5代、6代。まあ、6代の特に義教公がですね、漱石から入った方で、この方が強烈な将軍でしたから、そのあたりから荒れ始めてますから、やはり1300年後半、もしくは1400年の、初期からはですね、もう特に関東は戦国時代だったと。まあ、そんな中でこの上総の国ですけども、まあ、まだ北条とかもですね、この頃はまだ、進行してきてないので、まあ、どちらかというと、その、室町幕府の鎌倉府、鎌倉公方、まあ、後の古賀公方ですよね。や、上杉家、まあ、後官吏を名乗りますけど、先ほど言った上杉伝承にしてもそうですけど、そういった方たちとの、まあ、そう、なんですかね、騒乱というか、トラブルとか、そういうのが多かったと。まあ、それで、行ったり来たりと。要するに、武田信光公も、その辺が絡んでて、
まあ、滅亡させられたということになったんですけど、まあ、京都でもですね、柿地の変で赤松が義則を討ってしまいましたんで、将軍をですね、まあ、そこからもうそこから戦国時代と言ってもいいですよね。家臣が将軍を討つってどういうことみたいな感じですから、普通そんなことありえないんですよ。しかも赤松家は鹿ヶ高氏に恩がある、武将ですからね、まあ、そんなことが関東にも波及してですね、この信長公についても、まあ、長男城っていうよりも、まあ、丸八城を築いたということが言われているんですけども、それが1458年ですから、まああのまあもうそうです、周りがですね、危ういと、城なんか築いて要するに防御の体制を取ってるわけですから、でどちらにしてもですね、この方、かなり高齢の方だったみたいで、まあ、70代から80代、まあ、今で言ったら120とか、かなり、年齢が高い方ですよね。まあ、その後ですね、まあ、主にあの長男氏っていうのはいなくて、長男は武田氏と、で主にですね、丸八氏っていうことで、あの名前がよく出てくるんで、まあ、里見との関係が一番深いんですけども、まあ、先ほど言った関東久保との戦い、でその後に出てくる北条氏綱、北条氏康、北条氏政と、そういう人たちとの関わりが出てくる、上総武田氏ですから、まあ、その武田信長公についてはですね、その初期の、まあ、その上総武田氏の創設期の武将であるということが言えると思います。はい、上総の国を、支配することになった、武田文国、上総介、武田信長公でした。